よし。いける。今日何時知ってる？今日何時知ってる？今日23日。じゃあ後ろから煽るか。何人だろう？12。さあ、はーい。11月23日水曜日、中野 TIF カオスコード中級者大会始めまーす。はい。まだ早い。こういうの話はまだ早いです。本日参加者が12名ですね。普通のトーナメントで0回戦が4つございまして、それから、1回戦を始めていきたいと思います。それではまず1回戦がですね、0回戦です、はい、0回戦がですね、Cさんのセリア2対ひとりノックさんのルイですね。これ筐体はじゃんけんじゃなくて普通に上の方が 1P 側って感じですか？どうしましょう。いやー、そろそろね、最近人数、最初の方みたいに8キロばかりが来なかったんで、じゃんけんしてみますか。ワンピー 2P は差はないと思いますが、ワンピー側は後ろ人が取る可能性があります。確かに、はい、のじ合い代用するためにワンピー側に座った場合、後ろ人が取る可能性があるので、まあそれが嫌な場合は 2P 側、左側でしかエクシードコンボができない人はワンピー側を選んでください。いや、誰のことですかね。はい、台車通りでね、はい、そう、最近ね、ちゃんと安定してくるようになったんでね。そう、 2P 側は開放感があるんでね、人に後ろが立つんで、普通に、はい、人に後ろが立って気が散るって場合は 2P 側の方を選ぶといいかもしれないですね。さあ、セリア2の方スキル選択が移動技と投げ技ですね。対してひとりノックさんの方が何を選んだか、多分ガードレスと、大分とガードレスですね。必殺技の2つですね、超飛は使わずにいく感じですね。あ、超飛ガードです。超飛投げ技ですね。さあ、総裁から潰し合って、さあ、破断よし、波動は間に合わず、コパンコマから投げて隅に追い割った。さあ、タクティカルでか置き攻め中にした。さあ、距離離れて、さあ、セリア2の空中技が本当に強い。空中は本当に強いですね。なんで、それに対してルイがね、下からどうやって攻めていくかですね。空中でルイが強いっていうと、まあオービットのジャイアンは強いんですけど、潰されちゃう可能性もだいぶあるんで、あんまり飛ばない方がいいんですけどね。さあ、セリアが上からコパン突き返して投げは使った。あのドリルから投げ技、そっから拾えるか、拾った。さあ、補正切れているが、そこまで最後まで決め切って、まずラウンド取ったのはセリア2使っているチーさんね。さあ、2ラウンド目前から2 HC を使った。まずは体力ちょっと奪っておこうということですね。さあ、最後までしっかり決め切った。さあ、体力だいぶ減ったぞ。8割か、そんぐらい残った。あ、抽選マンです。これ減ってるんでね。抽選前だと即死ワンチャンありえる。コンボですね。ピヨッタ。さあ、ゲージはほとんどもうゼロですね。対してセリア2が3ゲージを持っている。さあ、ゲージの面では有利だが、そっとどうやって立ち回っていくか。移動技から空中戦で挑んでいく。オビット、これにはトマホークが EX 引っかかる。カラーカマが使って2、3。さあ、ルイがもう逃げて触って、バリアが使ってしまった。さあ、まずはカオスキャンセルに逃げ使っていく。さあ、体力有利は取った。ジャンシー。さあ、ジャンシーね、あの下の方にはあんまり判定がないらしいんでね、下を潜っていけるような技があるといいらしいですね。コパンからはい3と決め切って、勝ったのはドリノックさんのルイです。
さあお次のゼロ回戦いきましょう。ソフトドリンクさんのサーベラス対してガリさんのベイン。ガリさん、ガリさんのベイン、ガリさん月下勢ですよね。ガリ開いた、よかった。はい、今日じゃんけんなんでじゃんけんで決めてください。ガリさんが 1P 側を選択して 2P 側ソフトドリンクさんですね。今日は、まあ、名前だけ見た感じだと新しい方はちーさんとトモモさんとアコギアさんかな。はい、まあ、ちーさんはね、なんかね昼間から頑張って田村に挑み続けて田村が連勝しているというこうなんかこう非常にこうなんだろう、おい田村空気読めよみたいなあのはい、状況が続いてましたが、いやちーさんには勝ってほしかったがダメでしたか。じゃあさ、対してソフトドリンクさんのサーブはそっちではガリさんのベイン。はい、一応コンボマンなんでガリさんはね通称コンボマンって呼ばれてるんで、はい、あ月下でいうところのこう難しいこう残鉄技残鉄コンボとかをやってくる。はい、きっとコンボでも大丈夫だろうみたいなそういうね、あで刺さって、さあちょっと今のは何がおかしかったんだ、シャガシーが繋がってなかった、遠かった、なるほど。さあ D サイサー、さあ中継しないからでも D サイサーは通じます、大丈夫です、打ちましょう、通じます、ほらほらさあバックジャンプ見ている、D スライサー、さあ羽ばたいていく、さあ空中にはあれね指つきですか、だいぶ引っかかりますからね。さあサーベラスがソフトドリンクさんね、さあスイッチトラップを使うって結構珍しい感じのタイプですよね。D スラー強気の D スラーね、ディースはね三種の神器のうちね唯一ね修正がちょっと緩かったかもしんねえんじゃねえかって自分的に思うんですよね。まあ全身無敵がなくなっただけで十分ねまあ助かるんですけども、投げて隅に追いやった、こっからディースラ弓月は透かして減点、さあまずは一旦距離を取って弾が当たる、さあそっからサーベラスは3ゲージ、これ入ると殺しきれますね。対してベインは1ゲージしかないのでこれからちょっと厳しい、さあ入って転がして置き攻め、リースラ抜けた、そっからキャンセルができなかった、ただキャンセルしてもちょっと残るぐらいじゃないかなって感じですね。リースラさあ浮かした、拾って拾えない、拾い直せない、おっと EX 発砲から顔キャッシュ、勝ったのはソフトリンクさんのサーベラス。いやー申し訳ないガリさんガリさん、ビースライスは別に下段見てきないんで設置重ねたあととりあえずしゃがみ B を置いとけばとりあえずビースライスは、まあ、潰れますね、潰れてカウンターになるんで、いや抜けてもでもまあでも下段見てきないんだったらこうやって重ねれば、あいや次はディッサンとクティラ、ディッサンとクティラ、はいディッサン、はいワンピー、あじゃあじゃんけんですね、トモモさん、はい、さあ今日は誰が撮影するのかな、ねじさん君、いや俺ではないでしょ、じさん君ではない、本当に、いや多分多分卒業と言っても今まで本キャラ使っていた人がセリア2に変わるということが起きてまして、まあサラコゼさんだったりアルエットさんだったりとかね、あとはまあそんぐらいですかね、アルエットさんは何倍変わってるじゃない、あサラコゼさんこれ変えるんですかキャラ、本キャラ的に、できたらできたら変えると、できたらエルメスにする、じゃあセリア2とはただのお遊びの女であったということでこらはい、ランナー試合始まってティーラ対ベイン、さあトモモさんはね初参加なんでぜひ勝っていただきたいところですが、対するはディスターですね、ティーナ添いて置き攻めはのらりくらり、
波動 C から、はい、ここからつな大きいゼミには繋げない。さあ、ほいほいと出して遠距離遠距離、距離離して、技つぼみで牽制していく。対してクティラ、おーっと EX で割り込んでいった。これうまい。指つけ、おー、そっちがなかった。これは逆マンジですね。今の指つけは多分ちょうどいいタイミングだったと思いますが、さあ体力的に有利しているのはベインですね。クティラ、まあ牽制出せていけるんですが、まあ大したダメージでもなくって感じでしょうね。投げから、さあ3ゲージ溜まってるぞ。まずは炎を使ってって体力奪っていく。さあ体力やって EX はここ当たっちまった。さあ止めて牽制、お互い遠距離で調子を見ている。転がして置き詰め、まだ隅に逃げて、さあ出し切ってしまった。これは半角ですね。刺さって死んだ。ケチンコンが見たいな。なんだっけそれ、ケチンコン、あ、ケチンコンの存在知らないか。じゃあしょうがないな。さあお互いゲージ状況はまあほぼ五分だったんですが、クティがちょっと稼いだ。転生遠距離で様子を見て、さあどっちが仕掛けるか。そこまで、そこまで、牽制牽制、仕掛けていった。ベイン逆に隅に追い込まれてしまった。離して、これはガードされている。相打ちからまず距離取って、波動シーン前出し切った。半角取られてドーンですね。さあ空中から攻めていくが、レッセリ返されてしまう。さあ化身コンの存在を知らないリスさんがと、おっとミスった。タキカルで返す。ああやっぱり分かんない。見よう見まねでやったけど分かんなかった。これはまだ生きてるんじゃないか。まだいける、まだいけます。削りだけ気をつけください。いやーこれはこれはちょっと詰んでる状況でしたね。勝ったのはディース&クティーラです。はい、トモさんもねぜひね来週やってるんでぜひいらしてください。来週はね第5水曜日なんでね、はい、カオス公演、いやいやそういうことじゃないです。それは火曜です。さあ次のゼロ回戦最後ですね。サダコゼさんのセリア2対アルエットさんのセリア2、セリア2同キャラですね。貴重なセリア2は。仕方ないね。さあ1P 側がサダコゼさん、 2P 側がアロエットさん。お互い本キャラはルイとセリアですね、普通のから今絶賛沸き中って感じですかね。とはいえサーツティこのキャラめちゃくちゃ楽しいですね。めちゃくちゃ攻めてる気も味わえるんで、でゲージ見たらなんか体力もうねえみたいな。そう体力減るのはね格闘ゲームの常なんでね、ほんと弱点だわみたいな。さあセリア2同キャラどうしたらいいんですかね。これはまあダブルトマホークでも普通トマホークでね普通にまず牽制するって感じでしょうかね。ただタイミングを見られてしまうとまあバリアで返されるんですが、そんなことはまあ見てから反応っていうのはまあ結構難しいですね。立ち回りの中で打たれると跳ね返した、早速跳ね返した。さあこのダブルトマホークですね、一発目をガーですねバリア張ると二発目で相殺するって感じなんで、あんまりメリットはって感じですけど、まあ、確かにガードした方がゲージ溜まるんですよね。あれ確かにビームでめちゃくちゃ強いんだよねこのゲッタービームはね。はい、さあお互い触り合い触り合いで、あまり大したコンボは入っていない。さあセリア2はね初日こそねあったんですけどね、対戦が最近ではまあセリア2同士っていうのは
まあまあって感じですかね。バリアになってしまった。これは何が化けたのかなと。さあ 2P 側のセリア2リードして、そっから超ひなげ死んだ。さあまずは RH さんのセリアが一歩取っていく。さあカマで、まあ、くぐっていくトマホーク EX 返して、おっとこの距離届くか。ああ、前転はできていた。前転できてスタッしてしまった。3ゲージは消えてしまう。そうですね、サラコゼさんがテフニオさんを真っ二つに、あの後めちゃめちゃ泣いてましたからね。本当に壁叩いてましたからね、どんどんで本当ないわないわって言いながらツイッターで反省しました。いや自分が悪いしみたいな。いや本当に手振りさんのそういう姿憧れるっすって感じですね。はーい、ノーコメント。はい、おっと差し込んだ昇竜拳から。体力がおい、あーこれは殺しきったでしょう。さあ、サダコゼさん負けてしまったら、多分残関刀外してしまったかなと思います。はい、次行きましょう。ワンピーが、じゃあワンピーじゃないか。一人の口、ルイバーガス、時短ルイでじゃんけんお願いします。スーピー選択。ワンピー側が一人の口ルイ。スーピー側は時短ルイ。さあ、中級も無差別もそうなんですが、最近本当最近どころか最初からかもしれないけど、マジでケットはいないっす。ケットボタンね、ジムリカさん、ケット使い少なすぎ。まあ多分シーちゃんメインで使えるキャラになったら多分一気に増えるんだろうけどさ、ケット使いが少ない。さあノーマルカラーが時短レイ、スタート C、 まあよく言われてるのは少佐カラーが、一人の口類。体力的にはリードは取っているものの、まあ類ですからこの体力差はあまり意味がない。ゲージもある。そろそろ終わる。体力決めきれば。さあ安定を取りに行った。さあ相手の体力を見てミスナラ入れと。さあ03とゲージがなりましたが、やはりこのゲームはね1本取ることの方が重要です。さあこれは狙ったが相手はジャンプ、ダメージ出しつつ投げ合いしやすかった。引っ掛けて届く、落ち着いていかない。四隅からゲージを取れたところに、さあこれは3ラウンド目を考えてゲージ温存の形か。さあゲージをさあ2本ほど残した状態でおそらくラウンド取り返したい。さあ1人の口、さあ1本も使わない。これは完全温存狙いだが、時短類もゲージが溜まってきて、さあ危ないぞ。当たる。さあここでミスるのが時短さん。これで EX。 さあそしてノクチさん的には最高の形、ゲージ 3-0 で最終ラウンド。さあとはいえ先に使う。
さあ今回オーバーヒートの時間が非常に長いので、しかもオーバーヒート中も攻撃力ダウンが適用されているので、実はこの状態減らない。さあ多分何も知らない。さあもう一回、さあずうずうしくいった。だったのは一人の口ずい。はい、行きましょう。ワンピーが、あ、だ、ワンピー関係ないんだね。はい、たかがり、はい、バーガスソルトドリンクサーバス。はい、たかがりがワンピー、ツーピーはソルトドリンクサーバス。まあ、大会形式自体はいつも通りですね、キャラクター、選択の変更は認めませんが、スキルセレクトおよびステップランセレクトの方は毎回自由です。ただしミスってもやり直しはいたしません。さあサーベスバースカーガリの、さあ長くなる試合になりそうな気がするんだが、お互いがどういうスタイルかによる。さあ変わるよ、基本はのらりくらい、ディスライサー空中くらい。さあコンボがつながらない、中堅引っ掛けてつながってないか、当たる、ラグライ抜けて、さあじわじわと体力リードを広げていく高狩り、リースライサー、はい、とりあえず顔キャンして安定の3割強。さあダオクが代わり、これ完全に体力回復に使っている。さあ逃げる逃げる、さあ引っ掛けた、さあまた着地が、さあそして、あっとこれは生がやってない。さあさあ当てた後でのサーベラスがガードやってない。さあ当てた後で言われるとね、から精神的ダメージは結構でかいですね。おーやってない、あ、いや、もう今のもやってないでいい、もう今のもやってないでいいと思います。やってないみたいな。やってない KO みたいな。さあ、エクシード使って体力回復したにもかかわらず、ラウンドを捉えて、ちょっとめんどくさい流れになってる、かがり側、補正を切っていく。あんまりね、あの代わりで、技使う人は少ないんですけど、あれ単発のダメージ結構やばいです。波動拳 D だかな、あ、中段、あ、ものすごい減ってます。はい、大事取ります。まあ、どれぐらい減ってるかっていうと、あのエルメスの嫉妬ぐらい減ってますね。今のは、今のはやったんですか、今のはやった、だから、いや今のはやった、まあ、やると当たらないみたいですね。潰して投げる、ミスライサーもつれて中段おせぎり減る、ジャンシーかぶさってラウンド取り返すはタオカカカガリ。かっ飛んでいく、さあ D サイサー、ここか、おっと面白い見た目が、タクティカル
あ、そうそう、サーブの空中アタック使えるので一体どういう判定してるんだろう。サーベラスの背後からベインのエンタッチシーン振ったんですけど、タクティカル取られたんですよ。ベイン役だったんです。えみたいな、あなたのタクティカルガードは全画面攻撃ですかみたいな、そういう。クライハンティーの残ったところに食らったのか、そういうのもあって食い終わったところで。いやでもあの距離食らったらもう無理だろ。しかも背後っすよ、背後。しかもサーベラスがなんか空中で一瞬カクッと動いてるだけで何の攻撃をしてるかさっぱりわからないっていう。一体何なんだみたいな。オーラ、気の力かみたいな。さあ、やってない？さあ、お互いオーバーヒート、こういう触ってる状態。さあ、気に復帰していくわ、タオカ代わり。遠距離戦。アディムばらまいていく。一回あった地上くらい、おいしい。さあ、かがりが触って EX、かすみないグーティバー守る。相打ちから D スライサー。さあ、かがりがもたえるダブルになってきた。さあ、ワンゲージ確保されて D スライサー前転、投げ、残る。アローに相打ち、勝ったのは田岡か、かがり。はい、では次行きたいと思います。ディスクティラーバーガスアコギアルイ。まずは藤井さんは出てませんよ。分かってますよ。分かってます。これよりはローミス入ってますから。このゲームはなんか全て許されてるゲームらしいですけど。そうなんです。ちょっと上級者が参入するのは許されない。許されない。バグったのかと思いましたよ。さあ試合開始。フティーダバーガスルイ。さあ、バージョン 1.00 とは対照的に遠距離でのゲイシャメ能力は今回はクティーラが上です。なので完全にルイ側は追う立場。そしてエクシードコンボの火力もバージョンアップ後はクティーラが上と。さあ、エクシード絡みゲイシャメ関連に関しましては立場が逆転しています。さあ、しかし相変わらず強力な。さあさあさあ、おっとコンボミスるが投げてアイジャンプ。さあ、ヒロイに成功。ラウンド的にはディスクティーララウンツー、カーニが読んでいた。からのダウンデブ、画面端、とりあえず重ねから前転で中央脱出。画面1入れ替わって追い詰めていくが、再び入れ替わる。まあね、このゲームは画面端強いんで、追い込まれた時は前転をね、こう打つことが多いので、まあそこら辺は読み合いですね。基本で追い込まれていく側は前転打ちたくなるんでね。さあ、拾っていく。化身で置き去り拒否からの投げる。さあ、化身発動には無敵がついていますから、さあかなりの拒否技です。当たる。 EX 引っかかってレインボー上から潰す。ダメージを取りに行く。さあさあ、これ当たって化身発動、遠いがつなげていく。さあ、ミスを開ければこのまま化身コンボでフィニッシュ。
え、今の投げる系、今投げる系されますよ。はい、ピヨっていう状態で投げ抜け、はい、まあティンダラス、ジャグティンダラス出して即投げると相手が投げ抜けをするとティンダラスが当たってむしろ美味しいみたいなあるんで、まあ、そういうネタあるんですけどね。はい、さあそれでは次はワン、あ、山田が言っちゃった、ウズクティーラーバーガスアルエットセリア2、じゃんけんでお願いします。完全に入試対決ですか？